秀吉様、半兵衛様、左腕三成、ただいま帰参いたしました。ご苦労。敵の回路を断ってくれたと聞いているよ。命じてはいないけれど、まあ今はよしとしよう。しかしその分、家康の接近を許す形となったがな。懲罰代わりよ、お前には城の守護を命じる。今この時に私をお連れくださらないのですか。秀吉は己が手で決着をつけることを望んでいるんだ。かつての共柄とはいえ、ここはわきまえてくれないか。半兵衛様。三成よ、お前は一戦交えた後なのだ。今は身を休め、増援として控えるがよい。しかし秀吉様、秀吉様。遅れるな。それ三成、この道を行けば早い戦場よ。行、それに策を。すまない、礼を言う。なのもいいですって。じゃあ行きましょう。ああ、今こそ断罪の時だ。家康。なぜ勝てると思った。天下の豊臣軍に。わしの絆に触れる覚悟があるということだ。攻めるとしたら死ぬことだけだ。構わねえ、逃げかれ。この人が進む先に俺の明日がある。どこまでもついていきますよ、三成様。あんたはまだ本当の絶望を知らねえ。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいものがあるんでな。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。伊達氏、ここで私に何を見出せと。どけ。私の前に立つべきは貴様のごとき増強ではない。誰かのためにかけるか、私には未だ得られぬ感情だ。だったら俺が見せてやんよ。三成様の邪魔はさせねえ。我が友の命に従わず。君の思いをも踏みにじる。ならば半兵衛、我は見届けようと思う。我らが腕、その行く末を。ああ、そうだね、秀吉。どうだ、見えたか。足りねえってんなら、何度だって連れ回してやるさ。家康、そこか。家康。三成、たとえ秀吉様がお許しになられようとも、私だけは絶対に貴様を許しはしない。そうか、答えを見出せたか。三成、秀吉殿、今日が全ての区切りの日だ。そしてやはりお前も立ちはだかるのだな、三成。石田三成。
か。俺が食っちまっても恨むなよ。ああ、もちろんだ。それが戦の棒なのだ。今、あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんなら、カモン、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。久しぶりだな。トップギアで行かせてもらうぜ。貴様には刹那の生存も許可しない。捕虜としてだ。オフェ独眼竜出るべき手番を見誤りし損つ者が。流れは明らかに我が軍にあり、このまま交渉を知恵と引きずり下ろしましょうぞ。なぜだ、なぜ貴様は家康の罪を無視する。簡単だ。あんたらの方がよ。ただの力づくよりは絆とやらの方がまだ面白い。まだからといって天下を譲る気はさらさらねえがな。それ式の同調で家康を理解したつもりか。こんな蛇を友とするのが貴様の道か。家康、西田三成、あんたはただ答えろ家康。なぜ秀吉様を見限った。秀吉殿では民のすべてを得ませられない。貴様にならばなせると。秀吉様では果たし得ぬと。のぼせるのもいい加減にしろ。オーケー、その感情はあんただけのものさ。人とはこれほどまでも強くなれるものか。武人として王家の念を抱かずにはおれませぬ。忠勝、わしらの姿でみんなに希望をもたらそう。ああ、この勝負じゃ賭けになんねえな。力こそが全てだ。それに何の疑いがある。鋭く、またお心の方も。このまま敗れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻ませはしない。家康。三成。秀吉様では民のすべてを得ませられない。貴様はそう言ったな。ああ、そう確信している。秀吉様のお力を侮る貴様が気に食わない。すべての民が救われるべきとも思わない。だがあえて聞く。私と共にあるならばそれも叶うとは考えなかったか。
それは。そうか、やはりそうなのだな。そのように劣化した魂が私の知る貴様であるものか。消滅しろ家康、私の友はここにいる。それは断じて貴様ではない。友か、お前の口からそう言ってくれたのは初めてだ。私は心にもないことを口にはしない。それは貴様もよく知っているはずだ家康。貴様なら私の心を分かると思った。そのつもりだったが、やはり届かず。家康三成。あの日の私を返せ家康。もはや過去は顧みない。わしは進むぞ三成。私と貴様の二人がいればどんな戦だろうと乗り越えられたはずだ。ああ、わしもそう思う。だが戦に勝つだけでは誰も笑いはしないんだ。貴様は選んだ。私や秀吉様より無造無造の輩ども。ああ、わしは選んだ。お前や秀吉殿よりも守るべき無数の皆を。償え、そして惨戒されろ。忌むべき今も義兄の友よ。償い、それは全ての後に。根ずべき今の誠の友よ。気づくのだ、大世子王朝に代わる新たな拠り所を。我らも続きますゆえお進みくだされ。覇王っていう鎖が消えたら、考えたくもねえ。それ以上兵力を削られてはたまらないな。太刀筋が見えないんだ。三成様の剣を防げるわけがないだろう。立つのだ、戦はまだ終わってはおらぬ。気を緩めるなとは言わぬ。むしろ緩めよ、ゆるりとな。緩慢の先に何がある。憎しみが溢れ出すだけだ。三河の武士は粘りが売りだ。そうだろうみんな。へい、分かっていてなお防げぬとはもどかしいものよ。見ろ、私たちを嘲笑う火色に満ちた雨が降る。光を焼き付けな。力に誰も抗えない。いや違う、絆は不滅だ。この首を狩ると決めた。
三成様。行くぞ、家康。家康、貴様は私の心の中のみで生き続けろ。私の生涯の友として。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。左近め、平和だからとたるみすぎだ。鉄火に興じる暇があれば少しは私を手伝え。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。